皆さんこんにちは、太郎です。本日は5月13日月曜日です。はい、ということで、ちょっと曇ってますかね。よいしょ、どうですか、いいかな。はい、ここね、白稲の田んぼです。で、まあ、今日はね、ここに、草刈りにやってまいりましたが、そう、なんでここ来たかと言いますと、ね、覚えてるかな、ここね、最後の田植えということで撮影した田んぼなんですけれども、おっと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 、ちょっと待ってくださいね、急に、どうした、ポケットで誤作動、生成ファームさんが流れ始めちゃいましたね。いけない、私のアカウントがバンされちゃいますね。多分ね、 YouTube の音声がずっと入ってたらバンされちゃうので。なんでこんなことになる、ポケットの中で接触したかな。よいしょ、はい、なんだったっけ、そう、最後の田んぼなんですけれども、あそこね、はい、イノシシに荒らされてました。覚えてらっしゃいますでしょうか。そう、ここね、イノシシの通り道になっているね、あぜ、まあ、地域、そういったところであります。まあ、去年もね、ガーディアンパカパカ太郎を建てたりして、まあ、対策したんですが、よいしょ、ね、去年も同じ場所やられてたんですけれども、今年もね、やられてますね。ただ、まあ、田植え機でそのままね、イノシシの後通りましたが、まあ、そこにね、植えた苗が活着してるので、イノシシの掘った後にね、まあ、それからイノシシは来てないと、まあ、そう推測できますけれども、まあ、おそらくね、それは機械が通った違和感なのかなとか思ってるんですが、まあいずれ現れると思います。はい、ですのでやっぱりね、イノシシが来やすい環境としては、イノシシの、私の推測ですよ、通るのにストレスのない草丈、そういったところをね、選んでね、身を潜めながら通ってくるんだろうなという、はい、ちょっと予想がありますので、特にね、ここはね、ヨシの根っこが生えてるんでしょうね。すごい深いんですよ。まだね、他のところのあぜは春草って感じでね、まあ、こんな感じですよ、言えば、まあ、まだね、私の中ではまだ草刈りはいいやって思うぐらいなんですけれども、ちょっとここだけはね、いただけないので、ちょっとこの辺りのね、草長いところを買っていこうと思います。で、本当はね、あぜ刈り機で通りたいんですけれども、昨日雨でね、結構べちょべちょになってますので、今日は、はい、あぜを崩さないように、はい、刈り払い機でね、やろうと思います。ね、これ先日歯がガタガタやったやつですね。ジズライザーのワッシャーが逆ということでコメントいただいたんですが、あら、そうだったのかな、ちょっと、まあいいや、わからん、まあいいやじゃいけないんですけどね。はい、締め直してはおります。でね、はい、このカバーがね、場所が高いよと言われましたが、もうね、はい、巻きついてめんどくさいので私はここです。意味ないよというコメントもありましたが、まあ結構それでカバーしてくれてるのでね、パチパチっとカバーなしよりは意味あると思います。はい、まあまあこう言うとまた怒られちゃいそうなのでね、はい、所定の位置につけて使いましょう。はい、でエンジンをかけます。はい、始動にして、はい、キュポキュポして、はい、チョーク閉じて、でリコイルはこのぐらいと、はい、メーカーさんから教わりました、このぐらいにしといてねと、はい、本当に壊れるのでと、はい、って言うとまたちょっと怒られちゃいそうですが、あ、いけませんね、また怒られる対策ばっかりしてますけれども、このアイスタートもね、年代によってね、いろいろ強度が違うみたいで、私のはね、この RME2500 なんですけれども、これのね、アイスタートよく壊れるらしいです。私はこのリコイル3個目です。ちなみに、これと違って、260か260だったかな、2620だったかな、これの一つ古いアイスタートかな、その草刈り機もあと別で2つ持っておりますが、それはね、結構壊れないですね、壊れたことはありません。これだけ壊れます。はい、でもね、はい、これでもね、時間はかかりますけど、十分かかりますのでね、はい、
あの気になる方は、故障が気になる方はこれでやってみてください。あの壊れたことないよというコメントもいただくのでね、そういった方は別に必要ないかなと思います。よいしょ。はい、かかってくれ、そろそろかかってくれ。はい、ああ、はい、あ、そらそうだ、かかりそうになってからもずっとチョーク閉じっぱなしでした。よいしょ。よーし、ということで、はい、始めましょう。よいしょっと、ちょっとね、はい、はいっと、はい、うるさくなると思います。はい、ちょっとご了承ください、こればっかりは。それではやってまいります。切れない。よいしょ、よいしょ、よし、これでね、イノシシもねストレスフルでしょう。吉も鷹狩りとかしたら効果あるのかな、どうなんだろう。ちょっと高めに買ってみようかな。あのジズライザーハイが気になるんですよね。あのめちゃくちゃでかいやつ、重そうですけど、もしね使ったことある方コメントをいただけたら嬉しいです。いつもねホームセンターで気になってるんですけれども、まあ、地味に高いですしね、4000円ぐらいだったかな。いい狩り場が 2,3 枚買えますもんね。ああ、ほら土手が崩されちゃってるよ。やっぱりここね、イノシシにやられてる部分です。ここがね、植えた苗はねもう活着しているので、まああの後は来てないということは想像はできますけれども、まあいい見た目じゃないですね。でこれね、両方ともうちの田んぼなので、はい、気にせず草が入るとか気にせずやっていこうと思います。しようかな、悩ましいんですよね、このぐらいの草だけ。まあいいや、刈ろう。まあ刈っても、まあ、伸びてなくはないですよね。ちょっとこのよもぎみたいなのを残したいな。鷹狩りいいね、残してますよ。さあ、冷え、かや、これをね抑制してほしいですね。よし。でもこれね、おそらくジズライザーハイとかをつけて
雑草としては厄介なやつですけれども、ほら除草剤かけた後のあぜとか結構杉菜見かけますが、で一時杉菜だけ生えてるようなね。だからあぜに関しては杉菜も悪くないんじゃないかなと思ってね。杉菜、なんだろう、あとヨモギ、あとクローバー、とにかくこのね背の高いこの木、はや、よく分かりませんが、まあイネ科の練習ですね。こいつらさえ繁盛させなければそうばっかりになるんですけどね。どんぐらいかな、今地面から20センチぐらいで刈ってます。ほっとけばね、草生えなさそうですけどね、これ以上にね。よいしょ。うん、でもなんだろう、草買ったんですけれども、やっぱり買った感としてはすごく物足らない感じはありますね。さて、このイノシシの通り道となっているあぜがどうなるか。こう来てるんですよね。なぜかこう来てこう来るんですよね。ただ去年まではね、ちょっと山の伐採工事どうですか、皆さんの地域多くなかったですか。私の地域多くてですね、去年山の伐採、今年はそこまでないんですけれども、やっぱりあの木材価格高騰の影響かな。それでだいぶね伐採しておりまして、それでだいぶね、あのイノシシの害のねエリアが変わったんですよね、去年一気に。まあなので私も去年ね、えらいイノシシ動画上げたんですけれども、イノシシ関連のね、まあ、言えば開拓ものだったり、このガーディアンパカパカ太郎関係だったりっていうのも全部その影響から来てるものなんですが、確かに去年と比べると今年はね少ないです、そのイノシシの襲来の数というか。工事は終わってるんですよ。なので
この山ね、この山、まあ向こう向こうのふもとですね、この山の向こう側のふもとでだいぶ刈り取りがあってたんで、杉のなのでこっち側に降りてきたんじゃないかなと、まあそういう考察がね地元でもされてたんですが、まあ確かに腑に落ちる考察でね、ここ2年間、去年一昨年が特にひどかったかな。ただもうその工事がね、今この山で伐採はしてないかな、多分ですけど、まあ来てはいますけど、イノシシひどくはないですね。まあ今だからかもしれません。まあ、ただ向こうの麓でも米は作ってるので、またねその穂がつく頃になればまた話が変わってくるかもしれないですけれども、もうなので私はね毎年この田んぼは食われてたので、獣害に遭いにくいね、飼料稲、ここの方は飼料稲ここなんですけれども、去年までね私も、この方ずっと飼料稲ここで、で私はここ夏の海だったんですが、この方は食べられない、私の 家の夏の海は食べられるみたいなね、あの飼料稲っていうのは WCS ですね、かつ背が高いのでね、ついばめないんでしょうね、もう全然稲丈が違うんですよ。あの WCS は草を取るためのものなんでね、だから丈が高いから届かないのかな、あんまり興味をし入らないわけじゃないんですけれども、入るけどそのね興味を示してないような感じが見られたんですよね。こっちばっか、私の家の田んぼばっかなんか食われててね、この田んぼの向こうの方も、夏の海育てられてますが、そこもやっぱやられるんですよ。だからその食用米だけやられて、まあ飼料稲のところ来ないわけじゃないんですけれどもね、被害がねえらい少ないと、まあ、なのでちょっと私もね今年から飼料稲と、被害の少ないね、まあそう考察しておりますので、そう変えましたが、これでねただイノシシが寝っ転がることもあるんですよね。もうそういったね飼料稲はね本当牛が食わないそうです。もう臭いでしょうね。ただねこの別にここは寝っ転がるようなこともなかったですしね、この私の家の田んぼ、その向こう側の田んぼではねあってたんですけれども、ここはないので、かつまあ収穫時期が早いんですよね WCS、 はい、早期水筒の家から、まあ、7月末頃にはね刈り取りしますので、天気次第ですけれども、本当天気次第、あのトラクターでモアで買って、その後反転して、これトラクターでに入るの2回目ですよね、冷気で反転収葬して、その後ロールベラーで丸める、これトラクターで入るの3回目、でラッピングマシンでラップする、これ4回目、であのローダーで入ってきて、あのグラブ付きのローダーですね、それであの白いマシュマロみたいになったロールを持ち出すと、はい、これで大きい機械5回入る工程が大体あるのかな、うん、モア、冷気、ロール、ラップ、うん、で持ち出し、グラブ、あのホイールローダーで入るのでね、5回、なので天気が続かないとね本当に刈り取りができないという事情がありますので、畜産農家さんも、はい、まあ、去年はなのでねちょっと遅れてたんですよね、皆さんこの辺り7月末台風が来たので、まあ、そんな感じでしたが、と比べると夏の海はね8月中旬以降と中下旬稲刈りですので、まあそのねタイムラグ的なものはあったかもしれません。まあ、ただあんまり暑くてもねイノシシもね暑い中、まあまあそうですね、日中動くわけじゃないからあんま関係ないのかな、やつら夜ですのでね、そうだそうだ、よしよし、まあそうですね、そんな感じがありますが、まあ、とりあえずねあそこ通るので、ね、もう崩されてるので、とりあえず一箇所でこっちはまだいいかな、去年もそんな通ってた感じは通ってたんですけど、崩されるとかそういうのはなかったんでね、なんかあそこはやられてるんですよね。吉の根っこが美味しいのかな、確実になんか根っこをねついばんでた跡があったんですよ、あの細長い根っこね。よし、ここで終わるのもあれなんで、ちょっとねいやまだ草刈りは続くんですけれども、せっかくなのでここね農道はスライドモアでいつも来るんですけれども、スライドモアがね届かない部分、それをね買っておきましょうかね。さあかかれ、
釣りそう。よし、かかった。このからったまんまかけれます？皆さん、私はもうきついです。正直まだこのぐらいで草刈るのは悔しいですけどね。伸びてからがいいな。草刈る回数が増えるだけだから。全農の取り組み、私はJA 賛成派なのでね、まあ、ああやってね、どんどんね、なんか形で絞ってお祭り値段を出してくれるとね、農家としてはね、すごくね、まあ、農機具メーカーもね、別に日本の市場で稼いでないでしょうからいいでしょう少々ね、安売りしても海外ですよね、農機具メーカーも主戦場は、まあ、海外で稼いで日本で安売りしてくれと。多分円安なんでね、グローバル企業は収益的にも多分いいんじゃないですか。適当な見解ですけど、進むのもね、まあ喜ばしいことではないけど、けどこういう事態が進むにつれてですね、やっぱこのね、主食の穀物を作ってる我々米農家からするとね、すごくちょっといい時代が来るんじゃないかと。本当みんなの悪い時代はね、こういう我々主食農家の主食を、ね、作る農家にとってはいい時代かもしれませんが、
いよいよ日本のね、この食い物が世界に行くんじゃないかなと、円安でね。まあでも日本人がかわいそうですけどね、ついに国産の食い物も自分たちの胃袋に入れるにはお金がかかり出すという現状になるかもしれないですけどね。嫌ですね。でもね、そう思うとね、どうなんでしょうね。米農家としてはまあ収益的には良くなるかもしれませんが、日本人がスーパーの特価米ばっかり食べて、まあそれは極端か、海外の普通の人がね、あの一等米を食べるようなね、まあ、そんな時代になるのかもしれませんね。ならないか。世界最大の米輸出国はインドだったかな。インドで、そこのインドが輸出規制をかけてるのかな、今年最近、あの自分の国のためにね。その米の値段めちゃくちゃ安かったですもんね。なんかネットニュースで見たんですよね。あ、自分たちね、米の販売価格ね、安くなったと。まあ私、その米がね、1俵2万円なので、紙帯1つ1万円とかそういう時代知らないのでね、いい時代知らないので、6000円よくても7000円か、そのぐらいしか知らないので、はい、まあそれが安いって、その値段が安いと思ってたんですが、それどころじゃなく安かったですもんね。うん、まあなので、まだまだ円安でね、やっと競争力がついてきたのかな、来るのかな、どうなんだろう。でもね、ほんとね、いや、食ってて美味しいと思うからな。さらに夏の見やすいからな、ほんとね、安いしうまいし量できるしね。まあ病気に弱いですけど、うまいんすよね、この夏のエミ。そうなんですよ。うん、宮崎もね、なんか輸出してみれば面白いんじゃないのかな。どうなんでしょうね、大何次産業とか言うけどね、まだ推進してるのかな、ちょっとよくわかりませんがね。え、作物を作って自分とこで加工販売、まあ、してらっしゃる大手さんもいらっしゃいますけどね、果たしてどうなんだろうな。だけど確かに去年コメントですごい方いたな、米10兆8兆だったかな、そのぐらい作ってて、もう全部ね、自分で販売してるって方いらっしゃいましたね。すごいなと思って。確かにね、米8兆から10兆自分で精米して販売だったかな、まあ、なので、まあ、もろもろ経費はかかるでしょうけれども、まあ、我々のようなただ玄米にして出荷するだけの農家のどうだろう、 1.5 倍から2倍の間で売れるんじゃないのかな。値幅2倍はないか、スーパーの米見てても2倍はないもんな。 1.5、6 倍と思えば、ああでもそっか、自分での販売コスト、ただまあ 1.5、6 倍と思えば8兆から10兆だったら、まあ16兆から20兆ぐらいの規模で、まあ米を作ってるような、まあ、販売金額だけで言えば、あ、どうなんだろう。まあ、でもな、そうされてるって方もいらっしゃったもんな。すごいなと思ってね。結構な量ですよね。8兆ぐらいの、8兆から10兆ぐらいの米の量って。それをね、玄米がいいです、玄米5キロくださいとか、まあ、玄米ならいいですけどね、玄米5キロ、白米5キロとかね、重さごとに個包装するんだよなと思うと、8兆から10兆ってすごい乾燥、すごい量ですもんね。5キロですごいな。多分その方ね、その方自身でやられてたんですよね。コメントでいただいて、なんかすごい、うわすげえと思った記憶があるので、そういう方もいらっしゃるんだなと思ったり、
ちょっとね、私の場合はもうちょっとしませんけどね、もう、はい、個人販売すらほとんどしておりませんのでね、はい、稲刈り終わったらハウスって感じなので、もう、はい、特段何も変わったことしてない。はい、言えばね、お国から見ればね、意欲のない農家に当たる方でしょうね。そうでしょうね。この前の補助事業といいね、はい、補助事業にかすらないというね、はい、件数で組んでないからね。え、こう思うとどうなんでしょうね。ただね、やっぱり組むというのは大変なイメージがあるので、もう家族でね、祖父父私で全部名義を分けて、それで法人にしちゃうのがいいのかなとか思ったりね。どうなんだろうな。それならね、家族で法人にしちゃえばね、補助事業使えますもんね。じゃあこういうのって誰に相談するんでしょうね。税理士なのかな、 JA なのかな、役場なのかな、何なんだろう。ちょっと私もね、ちょっとその辺のところがね、ほんとふわっとしてるというか、分かってないというかね。うん、まあいろいろありますのでね、はあ、うん、いいね、まばら、これ夏の意味です、まばら。もうすごいね、はい、株の根元には卵があるけど、なんとかね、このぐらいのね、株でね、はい、保ってくれましたね。もうこんぐらいになるとね、まあ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 、ほぼ全部終わってる状態と変わらない。うん、私からすれば、はい、これ100点です。100点じゃないけどね、うんうん、このぐらいあればね、終了的には落ち込みはないな。うん、こっちはね、さすがの資料にね、朝水管理だろうがなんだろうがやっぱ強い。あのショート動画で上げたカピカピの田んぼも白稲ですが、やっぱ強い、この生命力、うん、少々食われても分裂して戻ってくれるこの安心感、はい、やっぱ白稲いいな。そうなんですよね、やっぱりね、正直ね、これから田んぼが増えたらと考えるとね、いやちょっとね、思考実験じゃないですけど、例えば30兆になった、例えば40兆になったと、今ね、この5月中旬ぐらいからね、やっぱり最後に植えたところ、まあこういったところですね。これももう、ほら、もう安心できる姿になってきたので、もう自信を持って水を張れる。はい。そんな状態ですけれども、まあ種子に食われないという意味ですね。なんだろうな。と思えば今からだったらね、また白かきして、田植えしてというね、余裕はあるんですよね。だからそうなってくるのかな。ただ稲刈りがあるとハウスにかぶってくるので、飼料稲ができればですけどね、まあ畜産農家さんと契約しないとねいけないというのと、畜産農家さんもね忙しいのでね、はい、どうなってくるんだろう。まあこれならね、確かに稲刈りがないのでね、まあ、米農家サイドで言えばね、まあ増えても、はい、まあ大丈夫なのかなと。まああとは飼料米とかね、まあもう思い切って、まあもうバーッと稲刈りしちゃうか、まあ1日ちょっとずつって決めてね。なので等級がないような本当加工用米とかね、まあそういうのでちょっと稲刈りがずれても持ちこたえれてくれるようなそういうものを作るか、まあそれもいいんですよね。まあそれならね、ちょっとハウスの合間を見ながら、まあちょっと夜作業になっちゃうんでしょうけれども、例えばバーッと午前中ハウスして、昼ちょっと昼稲刈り一丁ずつぐらいするとかね。加工用米が今現状の制度だと12月31日までね、年内だったら出荷できるのかな、加工用米として。そう思えばね、加工用米、もうその主食用米、としてはちょっと厳しいだろうね。やっぱりその日にち的に余裕を見れる、等級が下がってもちゃんと出せるって思うと、うん、あとはまあ飼料米ですね、乾燥するだけ、うん、ただまあ私の家の設備の場合、乾燥機から直接ねフレコンに取り出す装置がないので、あの揉みする機通さないと今出せない状況ですので、あの測らなくていいんだったら出せるんですけどね、うん、どうなるんだろうね。田んぼはね、
増えるだろうからね、今のうちにざっとでもそのね考えておくべきなのかなと思います。こういう獣害、タニシ、いろいろありますけどね。まあ言えばね、この時期にはまあ毎年のことですけど、ちょっと落ち着いてきますので、こういうね、ほらまだ草刈りもそんなにしなくても、そんなこんな伸びてないみたいなね、はい、そういう時期がやっぱりありますので、まあこの時期なんでしょうね、これ以上増えたら田植えするのは。まあまだだいぶ先でしょうけどね、あ今なら苗床も完全に空ですので、まあ、今ハッシュしても6月頭ぐらいから田植え、うん、そんなもんか。稲刈りしたとしても11月頃、うん、11月か、キュウリがピークだな。加工用前ならもうね、もう胴割りとかそういうの覚悟で1ヶ月ぐらいずらしちゃって12月頃、まあ、12月も忙しいんですけどね、はあ、どうなるんだろう。ぜひね、どうなんだろう、皆さんかな、やっぱコメントでいただくんですよ、30兆40兆やっぱね、その大きい方々のそのどうしてるか、やっぱりね地域でも今ぐらい、いつかなゴールデンウィーク頃にもう一回発出される方とかいらっしゃるんですよね。やっぱ大口さんはですね、あ一回田植え終わらせて、もう一回発出して、もう一回してるって、まあまあでもそれは早期がある地域に限るか、やっぱそれはそうだな。まあでも早期だからね、それが不可能ではないんですよね、こっちはね。早期ね、早期なりの悩みもあるけど、早期だからできることもあるので、まあいろいろ考えながらね、ほんと、うん、ねはい、すみません、ちょっと最後の最後でちょっと変な話が伸びちゃいましたが、まあはい、いろいろね思うところが多いわけですね。まあ皆さんもね、いろいろね本当思うところ多いと思いますけれども、お互いにね、ね、お互いに頑張っていきましょう。もう田んぼがね、皆さん減ることはないでしょう、これから増えるばっかり。まあもしかしたらね、まあ、今後引退を考えられて、まあ、委託されるという方もいらっしゃるかもしれませんが、結構ねコメントでもいただきます、あ、まあ、増えるというコメントもね、まあいろいろね本当、もちろんねリアルな世界でもいろんな人とね意見交換してますけれども、やっぱこういうねインターネットの世界でもね、まあ別に私はねいつもインターネットを真に受けない方がいいですよとは言ってますが、まあコメントを参考程度に見るのはね全然ねいいのかなと思いますので、はい、まあいろんなね意見があるかと思いますが、よろしければはいコメントにも書いていただいて、で別にねコメント書く習慣がない方もねちらっとね見ていただけると面白いのかなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。